津田塾大学は、東京都小平市津田町2-1の1に本部を置く、日本の私立大学である。1948年に設置された、仙田谷キャンパス日本の英語教育、女子教育の先駆者である、津田梅子が設立した、女子英学塾を前身とする。英文学や、国際関係学の分野で活躍する。 卒業生を多く輩出し、女性の社会進出に貢献した大学である。就職率は高く、総合職や専門職への就職も多い。女子差別撤廃条約批准や、男女雇用機会均等法の設立に関わったことや、女性官僚に津田塾出身者が多かったことから、津田マフィアと呼ばれていた時代もあった。学則に、 キリスト教精神に基づく教育を行うことが記載されている。礼拝が毎週行われ、キリスト教関連の科目が開講されるなどの宗教色が強いキリスト教主義学校であるが、参加は学生の意思に任されている。1900年、従来の家制度による家政学が中心だった完成の両才健母育成女子高等教育制度に疑問を抱いた。 津田梅子が、瓜生茂子や大山捨松とともに、日本では、先駆的な学問重視の女子高等教育機関を、私学、女子英学塾として、現在の東京都千代田区に設立。1905年、女子の学校では、初めての英語科教員無試験検定取扱許可を受ける。1969年には、当時はまだ草分け期にあった。 国際関係論という分野を日本の大学として初めて国際関係学科として創設。津田梅子の教育方針に沿って現在も少人数教育を重視している。入試の難易度等から女、東大の異名を取っていた。学生の主体性を重んじて、校歌、交渉、好期をあえて持たないのも津田梅子以来の津田塾の伝統である。自ら学び、考え、 行動せよという見学の精神を教師から学生、先輩から後輩へ伝えていく、女子教育を行っており、交渉、後期はあえて持たないのではなく、持つ、必要性を感じることなく、現在に至ったと言える。独立系、キリスト教会で洗礼を受けた、津田の影響から学内に、シャペルがある。1933年に、津田絵学塾へ、 1943年に津田塾専門学校へ改称戦後の1948年に津田塾大学となった。2010年に創立110周年を迎え、創立110周年事業として津田梅子賞を創設。創立者津田梅子の女性の自立と社会貢献を促す精神を継承発展させるために、 現代社会でその精神を具体化する活動を行っている団体や個人を検証する。2017年より女子大としては初の総合政策学部を設置。また本学が複数学部体制になるのも創立以来初である。大学の英語名称も津田カレッジから津田ユニバーシティとなった。この学部は東京仙田谷に設置され長年、 ワンキャンパス体制で教育を行ってきた津田塾大学は、この学部の開設によりタコア大学となる。学部、学科研究科、専攻全研究科、専攻に、修士課程と、博士後期課程を設置付属施設文部科学省等に採択された、プロジェクト。ありがとうございます。